さんが立っているこの新宿センタービル6階から28階が私たちが抗議をしている大成建設が入っています。今見るとまだ電気だいぶついているので残っている人がいるんじゃないかと思います。抗議頑張っていきましょう。私たち2014年に大成建設が仮設工事、辺野古の仮設工事を受注した時、その12月から、抗議を始めました。仮設工事覚えている方がいらっしゃると思います。皆さん覚えていらっしゃると思うんですけれども、ゲートの前に山形鉄板を引いたり、会場の方では海上保安署とともにマリンセキュリティを雇ってカヌーを排除したの、海上保安庁ですけれども、海上保安庁とともにマリンセキュリティを雇って見張りをしたりということから始まっていたかと思います。その時からその後12月から抗議を始めました。こちらから手紙を送ると答える立場にはないと言い続けました。そういう返事ばかり続きました。ただ翌年の4月までは抗議要請文を受け取るという立場には受け取ってはいたんですけれども、翌年4月1日に、新入社員 の, 入社式の時に抗議をした後、こちらの抗議文 も, 寄せつけもう受け付けないということで、その後一切黙ってきました。全く私たちの税金300億以上がここの会社に支払われるわけなんですけれども、全く私たちの言うことに耳を貸さなくなって、今日も抗議要請文を書いたんですけれども、それに対しても受け取らないということで、拒否してきました。それが大成建設のホームページとかには、皆さんとコミュニケーションを図りながらとか、自然と調和しとか共生しっていったことがたくさん並んでるんですね。だからそういうことを書いてるじゃないかということを最初のうちも行政部にも書いたんですけれども、ずっと答える立場にはない、いいことばっかり言ってながら、それから最近皆さんご気づきかもしれませんけども、テレビ CM もやってるんですよね。ベトナムのノーインボイ航空港を作って地図に残る仕事をするんだ、ここの会社のキャッチフレーズは地図に残る仕事ということなんですけれども、地図に残る仕事だったらどんなもんでもいいのかっていうところです。辺野古に基地を作って、サンゴを壊して、それで基地を作ったんだということで、地図に残る仕事だって言いたいのかっていうことを本当に聞きたいと思います。それでは、そういう会社に対して私たちができることっていうのは本当に小さいことなんですけれども、とにかく抗議の声を伝えるところから始めなきゃ仕方がないと思ってます。皆さんぜひよろしくお願いします。それじゃあコールお願いします。寒いですから、まず大きな声を上げて大成建設に抗議したいと思います。大成建設は辺野古の海を埋めるな。大成建設は辺野古の海を埋めるな。大成建設の工事再開を許さないぞ。大成建設の工事再開を許さないぞ。大成建設はサンゴの海を壊すな。大成建設はジュゴンの海を壊すな。大成建設は軍事基地建設をやめろ。大成建設は軍事基地建設をやめろ。大成建設は沖縄の声を聞け。大成建設は沖縄の声を聞け。それでは、替え歌を歌ってくださる方がいます。はい、じゃあ替え歌お願いします。
寒い中ですが、大成建設の皆さん、あったかいところで仕事してて羨ましいなぁなんて思いながら、なんで私たちがこういうふうに寒いところに来ているのかと言いますと、何も、あれ、大成建設さんが辺野古の工事をやらなければ、私たちはここに来ることは多分、まあ、全くないと思います。ただ辺野古の工事が再開してしまい、大成建設さんはこの工事を受注したままだということに対して、私たちは、それはやめてくださいねということを言いに来ているわけです。で、それでは皆様にも、あの参加の皆様にもご協力をいただきまして、朝どやゆったという歌ご存知ですよね。またはりぬつんだらかぬしゃまよという合いの手が入りますが、皆様、合いの手の方をあのご協力をお願いいたしまして、朝どやゆんた、まず普通の朝どやゆんたと、それから大成建設版朝どやゆんたを言っていきたいと思います。はい、それでは皆さん手拍子をお願いします。またはりぬつんだらかぬしゃまよ、さきみわの中のいばらの花がさよいよい、くれて帰ればやれほに引き止める、またはりぬつんだらかぬしゃまよ、さあへのこよいとこ一度あべんそれ、さあゆいゆいジュゴンとサンゴがみんなを待ってるよ、またはりぬつんだらかぬしゃまよ、さあ大成建設は国策会社、さあゆいゆい国の仕事なら何だっていいんですか、ああそれは本当に困ります、さあ大成建設に何度でも抗議するよ、さあゆいゆい辺野古新基地作るのやめるまで、また次も全く困ったね、また次もやっぱり来るからね、また来たら今度は出てきてね、はい、ありがとうございます。ちょっと盛り上がったところで、今なんですけれども、あの毎日毎日辺野古のことが気になってっていう人多いと思います。会場の方で、後で会場のあのチームリーダーの中本浩信さんから報告を受けたいと思ってるんですけれども、今新しいフロート、なんとロープ付きのフロートを張っています。カヌーが入らないように、それも鉄の棒がついてロープをそれに結びつけるようになった形のフロートを張っています。それも大成建設なんじゃないかと。でその後に待ち構えているのが、それの後に待ち構えているのが小田区防止幕設置という工事です。これも JV で大成建設が請け負っています。でそうですね、その小田区防止幕設置のためには新たなコンクリートブロック、今これ何トンのものになるか沖縄県側が聞いていたりとかしているみたいなんですが、以前に発表したやつでは57トン2015年の2月に落としたやつで最大のものが45トンだったんですけれども、それ以上大きなやつもまたコンクリートブロックを入れるんじゃないかっていうような話になってまして、どんどんエスカレートしていってます。大成建設は本当にあの海を潰そう、あの海を潰して地図に残る仕事って本当に言うのかっていう怒りを、満身の怒りを本当に込めたいと思います。それでは他に、今日受け取ってもらえなかった申し入れ書を読みます。希望のやつを先にやろう。地方って言い方はあまり良くないんですけど、九州とか静岡とか各地で大成建設に抗議をしてくれている仲間がいます。その大成建設に各地で抗議しているメンバーのメッセージを読みたいと思います。はい。
それでは福岡で頑張っている仲間たちのメッセージを読み上げます。辺野古新地建設工事再開を許すな 1.24 大成建設抗議行動にご参加の皆さん、こんばんは。この寒い中、大成建設に向かって工事をやめろの意思を示してくださっていることに感謝と敬意を表します。ありがとうございます。私たちは大成建設九州支店の前で2015年4月から毎月1回皆さんと同じように抗議行動を続けていく福岡の市民団体ストップ沖縄新地建設福岡と言います。福岡といえば昨年11月の博多駅前道路の大規模陥没が記憶に新しいかと思いますが、この工事を請け負うゼネコンの共同企業体の代表が大成建設九州支店です。これだけの事故を起こしながら大成建設九州支店は報道記者を車内に通すこともせず、警備員を介して今はお話できませんの一言で対応しました。信じられません。これは不誠実と言わず何と言うのでしょう。私たちも同じ扱いです。どんなに毎回事前にアポを申し込んでも抗議現場で話ができるのは警備員のみです。ほぼ毎月書き上げている要請書はマイクで読み上げた後ファックスし郵送しています。しかしそれすらも社長名の印鑑を押され受領拒否として返ってきます。博多駅前の陥没のような大事故でも説明責任を果たそうとせず、毎月足を運ぶ私たちの声も断固として受け取らない。そして戦争の訓練のための施設を地図に残る仕事として喜んで引き受ける、こういうふてぶてしくあくどい企業を私たちは相手にしているのです。だから私たちはさらにもっと声を上げ、事実を知らせ共感する仲間を増やさなければいけません。広司さんが福岡での講演会でこう語っていました。ともかく非暴力で繰り返し繰り返し座り込んで諦めない、そして声を上げる、そのことへの共感、その力を借りて世論を動かす、全国の世論を作っていく、現場の運動と世論を結んで政府に迫る、その形しかないと思いますと。その通りだと思います。きっとここに集まっておられる方々の中には現場を訪れ座り込みをされた方がたくさんいらっしゃると思います。その現場の熱を本土に拡散することがとても重要です。そして現実を動かす世論を作っていきましょう。お隣の韓国では民衆の力で大統領を辞任に追い込みました。自衛隊配備で揺れる宮古島の選挙では市長は350票の僅差で残念ながら市長候補ですね、敗れたものの、市議選では命の水を子どもに残そうと訴えた石嶺かおりさんが仲間との手作り選挙で見事当選を果たしました。粘り強く緩やかにしたたかに、そして愛とユーモアを忘れずに沖縄の現場とつながり、本土で声を上げ行動する、多くの人々で連帯し共感の輪を広げていく、ぜひこのことを続けていきましょう。例えば今日のこの東京と福岡でのアクションのように、私たちがつながり一つ一つの行動を積み重ねていく、これが大事なのだと思います。きっと世の中を変えていくはずです。危険なオスプレイはいらない、辺野古の海を守りたい、基地ではなくジュゴンを未来に残したい、もう二度と戦争は起きてほしくない、だから大成建設には工事を諦めてもらいましょう。私たちは辺野古の工事が止めるまで声を上げ続けます。これからも一緒に頑張りましょう。ストップ新基地建設福岡代表、高江ヘリパッドはいらない住民の会元事務局、深見俊子さんのメッセージでした。次は静岡からメッセージが来ています。静岡沖縄を語る会としてメッセージを送ります。年が明け辺野古新基地建設の工事が再開され、福
動き始めました。現地では臨時制限区域に沿ったフロートの張り出しが強行されています。さらに国内最大級の掘削調査船を投入して2月中にも海上ボーリング調査を終わらせ、早急に本体埋め立て工事を始めようとしています。その本体埋め立て工事の中心が言うまでもなく大成建設です。ますます本土での行動も重要になってきます。みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。以上です。三重県の津市にある計算を作る JFE エンジニアリングがあるところの運動隊からのメッセージを読み上げさせていただきます。私たちは辺野古の計算を作らせない三重県民の会です。昨年12月沖縄でオスプレイが墜落事故を起こしました。アメリカ軍と日本政府は沖縄の辺野古の海に新しいオスプレイの基地を作ろうとしています。辺野古基地の建設はアメリカ軍が目指している新しい戦争の出撃拠点となるものです。一昨年2月辺野古基地の土台となるハイブリッド軽装が三重県津市にある造船所 JFE エンジニアリング津製作所で作られることが分かりました。ハイブリッド軽装とは長さ52メートル、高さ24メートル、奥行き22メートルの巨大な鉄筋コンクリート製の箱で、海上基地を作るときに現場に置かれて土砂で埋めて基地の土台となるものです。私たちは JFE エンジニアリングにハイブリッド軽装を作らせないように要求して戦っています。沖縄ではもういや、これ以上基地を作らないでという悲鳴が満ちています。沖縄の人々と連帯して辺野古基地建設に反対し、軽装を作らせないように三重県でも頑張ります。辺野古の基地を作らせない三重県民の会からでした。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に全国で戦っている、一緒に行動してくださっているメンバーたくさんいます。福岡とかでも20人とか30人とか集まって、それから名古屋とかでも、今日名古屋と福岡が両方とも同時アクションということで、大成建設の前に集まってくださってます。それでは沖縄と電話をつなぎたいと思います。会場地ヘリ基地反対協のメンバーで海上行動のリーダーの中本さんにつなぎます。よろしくお願いします。はい、お集まりの皆さん、沖縄名護から、連帯の挨拶を送りたいと思います。今日も海に出ましたが、もう年明け早々から、防衛局は、新型のフロートを設置をしています。新型のフロートっていうのは、今までと違って、鉄柵とロープを張ってですね、カヌーや船が乗り越えないような状況を作って、作業を進めるという、ここまでやるかというですね、そういう状況の、になってまして、これをオーラオ全域制限区域全域に広げています。もう2月上旬にも完成するんじゃないかと言われております。その後コンクリートブロックの投下という状況で、世界自然遺産条約の暫定リストにも言われる大浦湾辺野古の海がまさしく命の宝の海がですね、危機に瀕しています。今正念場の戦いで、全国の皆さん、また今日集まりの皆さんと一緒にですね、辺野古の海を守るため
辺野古の基地を作らさないために一緒に頑張っていきたいと思います。ご支援ご協力よろしくお願いしたいと思います。それから大成建設の皆さんに訴えたいと思います。皆さん、皆さん方のお仕事は、基地を作って、県民の、生活や暮らしを破壊することが建設会社の仕事でないはずです。国民に喜ばれ、信頼されられるような、仕事をしてほしいと思います。今行われている基地建設の作業は沖縄の観光産業の目玉である、海とサンゴを破壊し、沖縄県民の無知の宝という思いを打ち砕こうとしています。皆さん、このようなことをやめて建設業者として国民に信頼される仕事をされるよう心から呼びかけるものであります。今名護から、お集まりの皆さんに連帯の挨拶を送りまして、アピールとしたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。中本さん、はい、うまいですね。中本さん、ありがとうございます。中本さん、ありがとうございました。それでは次に、寒いのでちょっとみんなで踊りましょう。豊岡回しさんの演奏です。じゃあ、皆さん結局歌を歌っていきたいと思います。本当にです。私は沖縄出身の人間でございますけど、やっぱりですね、美しい海、美ら海、そしてサンゴの海、ジュゴンの住む海、そして戦後ここの海の生き物をとってですね、命をつないだ命の海、そんな海をですね、沖縄県民が7割も反対している、もう海を埋め立てて沖縄の心も埋め立てる大成建設、本当にこの埋め立ては絶対にやめてほしいと思います。
じゃあこれで、はい、じゃあ終わりです。はい、はい、皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。そうしましたら、私たちが今回用意した、抗議要請書の方をちょっと読み上げたいと思います。ちょっと大きな声で、受け取らないと言ってますので、直接聞かせたいと思います。抗議要請書、辺野古新基地建設本体工事受注を撤回し、投入したコンクリートブロックの撤去を求める。私たちストップ辺野古埋め立てキャンペーンをはじめとする各地のグループは、2014年12月以来2年以上にわたって記者に辺野古での米軍基地建設への加担を止めるよう求めてきました。それに対し当初記者は回答する立場にない。2015年4月からは抗議文は受け取らないと私たちの抗議に耳を傾けることさえ拒否してきました。この間、辺野古への基地建設に反対する沖縄の島ぐるみ、オール沖縄の県民の声はますます大きくなっています。北部訓練場東村の高井での工事は、本土から機動隊を動員して工事を強行しなくてはならないほど基地建設に対する沖縄県民の抵抗は激しいものがあります。記者もその情報を得ているでしょう。辺野古の工事も機動隊を導入して強行するつもりでしょうか。沖縄県知事は最高裁での判決後、埋め立て承認取り消しの取り消しをしましたが、辺野古新基地建設をさせないために次に沖縄県知事としてできることを検討しています。大浦湾の海上やシュワブゲート前の現場でも再び沖縄の人は非暴力の抗議を始めています。それを現地の作業員はどのように感じているのでしょうか。記者は生物多様性宣言を出して、社長自らの挨拶の中で自然との共生について触れているにもかかわらず、2015年2月生物多様性に富む大浦湾にコンクリートブロックを投下し、サンゴを損傷しました。そして今また汚濁防止膜等工事と称して新たなコンクリートブロックを落とそうとしています。私たちは私たちの巨額の税金を使ってさらに暴力を用いて作られる辺野古新基地建設の暴挙を見逃すわけにはいきません。記者の140年史には記者が今までもさまざまな米軍基地の建設に関わってきたことが書かれています。その基地を利用して米軍がいかに武力で世界を支配してきたか、想像したことはありますか。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争と他国の侵略の歴史です。日本の安全保障の名のもと、日本政府と一体になって戦争でも受ける記者の在り方に疑問を感じざるを得ません。コンクリートブロックは引き上げることができます。辺野古への基地建設を止めるなら今しかありません。辺野古大浦湾の豊かな海を子どもたちに残したいという沖縄県民の声に耳を傾けることが、これからの時代の企業に求められていることです。記者の英断を願います。沈めたコンクリートブロックを引き上げ、工事の受注を撤回するよう求めます。以上です。ちゃんと聞いてますか。まだ仕事をしてるんでしょ。聞いてますか。抗議の声がいっぱいあることを知ってください。本庁が抗議してんだよ、はい、私たちだけじゃね。すいません。じゃあもう一回ここでコールをやりたいと思います。で、次、今度のコールはですね、ちょっとどっかの真似みたいであれなんですけど、私の方でですね、先ほど出ていますの体制建設のキャッチフレーズが地図に残る仕事っていうのでなので、僕の方で地図に残る仕事ってなんだと言います。で、その返しでですね、まず皆さんのは軍事基地を作ることかというふうに返してください。で、2回目にまた僕は地図に残る仕事ってなんだと言いますので、皆さんの返しでですね、辺野古の海を壊すことかというふうに答えていただきたいと思います。はい。で、それの繰り返しをやりますので、すいません、皆さん寒い中申し訳ないですが、ご協力お願いします。じゃあ行きます。地図に残る仕事ってなんだ。軍事基地を作ることか。地図に残る仕事ってなんだ。辺野古の海を壊すことか。地図に残る仕事ってなんだ。軍事基地を作ることか。地図に残る仕事ってなんだ。
ありがとうございます。再生建設は辺野古から撤退しろ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 。はい、ではビーズに。はい、それではアピールに戻るて、アピールをお願いしたいと思います。土砂連の若月さんお願いします。皆さんこんばんは。大変寒い中ご苦労様でございます。私はただいま紹介いただきました。ちょっと長い名前なんですけども、まあ、要するに辺野古の埋め立て土砂を本州各地から搬出するのに反対する、それを首都圏で活動しているものの一人でございます。よろしくお願いいたします。ご承知のように辺野古の埋め立ての土砂は、沖縄では、本部町とそれから名護市 の土砂搬出所から運ばれております。でもそれでは足らない、足らないものを全てその本州から持っていくわけなんですけれども、それは鹿児島県は徳之島、奄美大島、そして大隅半島の佐多岬、この3カ所、それからあとは熊本県天草、それから長崎県五島、それから福岡県の門司市、山口県の周南市ほか1カ所、さらに香川県の小豆島、そういうところからの、土砂を搬出しようとしております。でこの土砂はいわゆる山を切り開いて作ったものではなくて、岩積みという、そのいらないものを持っていくんだと言っておりますけど、そんなものでは足らないわけです。結局、山を切り開いて、景観を破壊しております。で景観破壊だけではありません。一番危惧されるのは生物の多様性が壊れることです。特にアルゼンチンアリが、山口県だとか岡山県、まあ、四国の方にもいるようですけれども、それを、沖縄に持っていく。アルゼンチンアリはサトウキビが大好きでして、特産のサトウキビ畑が破壊されたら一体どうなるんでしょうか。また、毒グモがおったりですね、そういういろんな外来生物が沖縄に運ばれようとしております。沖縄防衛局は、環境調査をきちっと行うとかいろいろ言っておりますけど、全部嘘っぱちです。土砂はきれいに洗うと言いますけれども、岩釣りには土がたくさん含まれておりまして、そんなものを洗えば全部流れてしまいます。それを海で洗えば近くの海の環境を破壊されます。やることなすことが全てデタラメです。こういう環境破壊を我々は許すことはできない。そういうことで、全国各地の、土砂の搬出地の仲間たちと一緒に、我々は特に、首都圏で、国会、それから、防衛省、環境省対策で活動しております。そしてできるだけ多く皆さん方と一緒に、辺野古基地そのものを壊させないということの戦いに、参加していきたいと思っております。今後とも一つよろしくお願いいたします。それから、太平建設の皆さん、あなたたちは市の承認になっていいんですか。もっと会社に誇りを持ってください。人々のために尽くす会社に、日本の環境を守る会社に、そういうことを心がけていただきたいと思います。皆さんも我々と同じ血が流れている人間です。どうか良心を持って仕事に励んでいただきたいと思います。それでは終わります。ありがとうございました。はい、今土砂連の方も署名をたくさん集まって提出したりとか、いろいろ活躍されてます。一緒に戦っていきましょう。そうしましたら、辺野古リレーの方いらっしゃいますか。お願いします。こんばんは。辺野古リレーから一言挨拶させていただきたいと思います。戦争からは憎しみと悲しみしか生まれません。その戦争へ追い向ける基地作りに積極的に加担しているのがこの大成建設です。人々のこの苦しみを増長するような基地を作り、また、
きれいな素敵な海を埋め立てて自然を破壊していく、そのようなことがあってよろしいんでしょうか。今この建設会社がいろいろなことに手を出しております。それは政府と一体になってオリンピックの、国立競技場を建設したり、今の安倍政権の暴走とともに一緒に、利益をむさぼっています。このような建設会社を我々許すことはできません。皆さんの大きな、力を持って、辺野古の新基地建設は必ず潰していかなければなりません。これは沖縄県民のほぼ総意ですし、我々大和の人間も共に戦っていかなければならないと思い、我々辺野古リレーもいろいろなところで、声を上げていっております。皆さんでこの声を大きくして、ぜひ辺野古新基地建設、高井のヘリパッド、はある程度できちゃいましたけれど、オスプレイを飛行を差し止め、それから沖縄から基地を撤去させる、そういう大きな大きな運動につなげていきたいと思っております。皆さんで、一緒になって大きな力にして、連帯していきたいと思います。大成建設は直ちに工事から手を引け。国民の声をよく聞いて、なんだ工事をやめろ、利益よりか人々の生活を大切にしろ。ありがとうございました。ここですいません、ちょっと恐縮なんですが、グリーンの輪っかの中に、輪っかのアンドの中に入ったスタッフがカンパをお願いしています。少額でもいいので、私たち大成建設とかがどんな工事をしているのかが分かるような、このブルーのチラシ配ってるかもしれないんですが、こういうチラシを作ったりとかしていますので、もしよかったら少しでもカンパしていただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、そうしましたら MX テレビの講義をやっている方からアピールお願いします。寒い中、大成建設に対する抗議行動に集まれた皆さん、本当にお疲れ様です。少し紹介していただきました、いわゆる MX 問題について、少し取り組んでおりますので、ご報告したいと思います。MX、 東京 MX という東京都も資本を出している東京の地方局ですけれども、その MX テレビの中でですね、ニュース女子という、まあ、いわばニューストーク番組、バラエティ番組なんですけれども、それが1月の2日に放送されたんですけど、そこではとんでもない、内容の放送がなされました。沖縄高江の、まあ戦いの現地に行ってそれをレポートするという、まあ、仕立てだったんですけども、高江の反対運動をやってる連中は金もらってやってた、あるいは過激派だ、テロリストだ、プロ市民だということを喋りまくる、あるいは、危険でですね、住民も近づかない、現場に近づかないんだ、あるいは、機動隊が怪我をしたんだけど救急車が止められて現地に行けなかった、あるいはですね、県民のほとんどは基地に賛成だと、などなどというです、全く事実無根のデマ、誹謗中傷、偏見を撒き散らした放送をやったわけですね。でしかもそれを1回だけじゃなくて、スカパーに打ってですね、何度も何度も放送する、あるいは聞いたところで地方局でも、放送するということをやってきました。そういった全く沖縄の人たちを愚弄し、抽象する、そしてまた事実に基づかない電話を撒き散らす、その MX テレビに対してですね、当然ながら各地から批判の声が上がりました。しかしながら、それに対して MX テレビは、謝罪とか提出するところがですね、全く開き直りの姿勢を取り付けてきています。
そうした MX の、姿勢に対して、2週間前からですね、木曜日、抗議行動を始めました。最初は、1月の12日だったんですけども、本当にこう、ささやかな呼びかけで20年近くが集まって抗議行動をやりました。そしてその1週間後、先週の1月の19日ではですね、なんと60名の人が集まっていただいて、非常に賑やかに抗議行動をやってきました。その際にですね、MX に対する申し出書を渡しましたので、それを読むことによってなんかどういったことを訴えているかをちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。ニュース女子の訂正と謝罪を求める申し出書。私たちは記者が2017年1月2日に放送したニュース女子の沖縄基地反対派は今と題したコーナーに強く抗議します。理由は次の通りです。1. 嘘を公共放送で流した。0. 基地建設に反対する人は警察にも暴力を振るうテロリスト。危険で取材もできない。道を塞ぎ救急車も止めている。日当を2万円ももらっている。沖縄は基地賛成の人が多いなど。2. それによって沖縄で基地建設に反対する人々の名誉や信用を傷つけ、偏見を煽り嘲笑った。つまり番組がヘイトスピーチそのものだった。公共放送の内容は信頼性が高いと多くの市民は考えています。今回の放送はそうした信頼感を悪用して嘘を真実のように伝え、基地建設に反対する人々への差別感情を視聴者に植え付けるもので決して許されません。記者はさらに1月16日のニュース女子の最後に、1月2日に放送しました沖縄リポートは様々なメディアの沖縄基地問題をめぐる議論の一環として放送いたしました。今後とも様々な立場の方のご意見を公平公正に取り上げてまいりますという見解を流しました。しかし誹謗中傷は議論ではないし、嘘は意見ではありません。そのような見解を示す公共放送はいりません。記者の番組放送の基準に立ち返り、良心が残っていることを示してほしい。このような理由から私たちは下記のことを求めます。一つ、嘘の放送内容の訂正と謝罪を放送で行うこと。一つ、沖縄の基地建設に反対する人への偏見をあったことへの謝罪を放送で行うこと。以上です。こうした申し出書を先週、MX テレビに、提出をしていきました。それに対する回答を求めるところで、さらに抗議をするために、今度は1月の26日、あさってですけども、やはり12時から1時の間にですね、東京 MX 本社前で抗議行動を行います。場所は、地下鉄の半蔵門線の半蔵門駅のすぐ出たところです。内堀通り、いわゆる半蔵門に面した非常に賑やかなところですけれども、そこの前に、12時にはお集まりください。そして、MX に対する抗議の声をですね、それぞれ皆さんの一人一人の声をですね、伝えていきたいというふうに思います。で、この問題については沖縄でも本当にこう非常に引かれとですね、批判が巻き起こっておりますけれども、その中で沖縄で辺野古で高江で、歌を歌いながらですね、本当に運動の政党を立っているヤスさんもわざわざこのために沖縄から現地から駆けつけてくれます。歌も、先ほど豊川さん、マッシーさんもまた参加してくれそうですので、ヤスさんと豊川さんのジョイントも聴ける非常に賑やかな行動になると思いますので、ぜひぜひ皆さん、昼間の行動ですけれども、ぜひ MX 前にお集まりください。そしてみんなで抗議の声を上げていきましょう。よろしくお願いします。毎週の抗議どうもお疲れ様です。そうしましたら、皆さんのせっかく寒い中来ていただいた皆さんの中で何か話したいという方、特に体制建設に対して何か言いたいという方いらっしゃいませんか。いたらぜひお願いしたいんですが、ちょっとマイク届かないのでこっちまで来ていただければ。どなたかいらっしゃいませんか。ぜひお願いします。あれかな、ちょっといないですかね。そうしましたら、29日なんですけれども、辺野古日主催 の、 新宿でもいつも通りあります。2時から新田前に集まって、デモが3時からということになってます。それから私たちの体制建設の抗議行動なんですけれども、今後会場での工事とかもし進むようなことがあれば、国
ここにまた集まりたいと思います。毎月3、第3火曜日、5時半からなんですけれども、6時半ぐらいまでここにいます。6時半ぐらいまで新宿 の、 西口の地下で、アピールというかアピール行動をしたりとか、ここにまず集まってここで講義をした後 に、 西口の方でアピールを しています。参加できる方はぜひお願いします。あと先ほども津の軽村の話ありましたけれども、津の軽村の受注しているのが御用建設という建設会社なんですけれども、それが飯田橋の東口に本社があります。で日程は毎月いつと決まってないんですけれども、大体火曜日ブログに大体報告しているんですけれども、御用建設への講義もやってますので、もし参加できる方がいらっしゃったらぜひご参加ください。よろしくお願いします。万が一工事が本当に埋め立て工事が始まるような場合は、もっともっとたくさんの人をここに集めたいというふうにずっと思ってます。その時には周りの方にお声かけぜひともお願いします。何としても工事をさせない、それぐらいのつもりで集まりたいと思っています。よろしくお願いします。そうしましたら最後にまた音楽とコールで締めたいと思います。じゃあいろいろ楽器を持ってきていらっしゃってる方とか、あとそうですね、野口ゲルじゃない、ヤンバルクイナのモノマネを、してくださると、ヤンバルの森はブロッコリーの森と言われていて、とっても静かな森でした。辺野古の海にも同じようにサンゴの森があります。そんな自然を壊さないでくれ、そんなに米軍の軍事基地を持ち込んで戦争を持ち込まないでくれってヤンバルクイナも叫んでいます。辺野古のジュゴンの思いや何かを、怒りをヤンバルクイナの言葉でやってみます。生き物にも人間にも優しい環境づくりのある工事をしてください。米軍ください。すごいですね。これ毎日やったら一番効果があるような気がする。はい、そうですね、私も浅田裕太会話作ってまいりましたので、それを歌ってから最後は楽しい曲で踊っていきたいと思います。じゃあ手拍子よろしく。建設よく埋め立てる、さあゆいゆい修羅海壊して米軍基地作ろう、ばかりの絶対嫌ですよ。
心ゆえやないや。ここに座りる空を飲むの。そうしましたら、最後にまた楽しいコールで締めたいと思います。もっと音楽やってもらう？もうちょっとやりますか？ヤンバルクイナー準備ができるまで頑張れ山田。負けないぞ。負けるもんか。ヤンバルクイナ隊を100人ぐらい作って送り込みたいですよね。英語も逃げていくよこれ。勝ってない、勝ってないですよね。すごいな。シワンチュータから、石井さんとサックスと一緒に歌いと思います。じゃあ皆さん手拍子でじゃあヤンバルクイナ、ヤンバルクイナ。僕が生まれたこの島の海よ、くらい知ってるんだろう。汚れとかサンゴも出てく魚も、どうしたらいいのかわからない。でも誰より誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆく、その海この
私が前夜ですね、バスドラムってね、アンプが壊れたそうなので、このセカンドマイクで、バスドラムと会場とかに、スタンドと、前夜、使えればないと。ないの？2本使えるから。2本です。2本です。こっち側の方がいいかな。こっちはボーカル用。それでは最後にまた元気よくコールをして締めたいと思います。やめろ！法廷の刑の法事をやめろ！軍事産業で儲ける！
どうもありがとうございました。またまた続けてどんどんやっていきたいと思います。何かあった時にはぜひお集まりください。よろしくお願いします。じゃあ今日は以上です。どうもありがとうございました。